平成30年度第1回能力検査第20レース9頭の競争です。馬場水分は 1.3%。 ゲート前係員が離れました。スタートしました。すっと3番の魔王のクイーンが出ていきます。先行して1障害上って下ります。2番手以降も全馬第1障害降りています。3番の魔王のクイーン、父は新種馬はレッドダイヤ、そのうちスッと1番のミキタイガー、こちらも新種馬は父はシベジャタイガーです。外8番の光勝時、父は新種馬プチ勝時の3区です。あとは2番の北斗1番、4番の黄金の竜、それから7番の金武勇、5番のデビッド・キャサリンです。外に9番のキンレッド、こちらは父シンシボバレッドダイヤ、一番後ろ6番のワンレンボディコンです。全馬 1,2 障害中間付近を過ぎます。光勝時刻んで3番の魔王のクイーン先頭で2障害手前です。その後は光勝時、ミキタイガー、2障害手前に来て3番の魔王のクイーンが第2障害最初に仕掛けます。じわじわっと上がってきましたが、坂の中腹止まります。1番のミキタイガー仕掛けた、外8番の光勝時です。膝を突きかけながら下っていく3番の魔王のクイーン、そのうち1番のミキタイガー2頭が下って、これを追うようにして8番の光勝時3番手、さあ前の2頭に並んできた、8番の光勝時残り30を切って先頭に変わります。1番のミキタイガー2番手、その後3番の魔王のクイーンです。あとは離れて2番北斗1番、4番黄金の竜、外は7番の金武勇です。前残りわずか、8番の光勝時差し切りました。1番のミキタイガー2着、そして3番の魔王のクイーンを4番の黄金の竜がかわしました。3着連れて7番金武勇、一旦詰まった魔王のクイーン、その後の入線です。その後は2番の北斗1番、残り10を切って詰まっています。あとは2障害食らった5番のデビッド・キャサリン、今下ってきたのは9番のキンレッド、6番のワンレンボディコンは第2障害残っています。第20レース1着は8番の光勝時、父は新種ボバ藤勝時です。鶴居村松井さんの生産光勝時差し切っています。2着は1番のミキタイガー、こちらも新種ボバ、父はシベチャタイガー、その後4番黄金の竜、金武勇、魔王のクイーン、この辺り続いています。第20競争通過順位発表まで今しばらくお待ちください。